はい、始まりました。ボトラインか、今回じゃあパート2をやっていこうと思います。では、コンティニューからデータ。というわけで、前回は、なんだろう、黄色いエリアの探索を終えて戻ってきた感じかな。セーブはしません。さて、とりあえず次どこを調べるかだけど、アイテムもな、なし、虚無めのやつ、黄色い花、カイロ。今のところ特にそんなに、そうだ、前選択肢があって、花せ、それでも選べなかったやつがいて、なんだろう、殺し屋みたいな見た目の、おお、いたいたいた、お前だ。こわもての彼を凝視する。前、いい絵にしたんですよね。それをハイにしてみましょうか。凝視してみた。なんだお前。まあ、とりあえず凝視を続けようかな。凝視してみた。ジロジロ見てんじゃねえぞ。多分、いい絵を、ハイを選び続けなきゃいけないやつだ、これ。凝視してみた。やんのか、お前、おい。これは、いい絵か。拳がこちらに飛んでくる。避けてみるか。避ける。避けた。あまりにも普通に避けすぎて場がしらけてしまった。お？ただただ気まずい。はえー。ん？うん。これでもうイベント終わりなの、この人。なんだろう、いいのかな？いいのか いいのかわかんないけど。なんか腰痛いとは言ってる人いたけど、あの人にカイロは出せないかな。持ってるカイロを渡したい。腰が痛いのは年を取ってるからか。そういうわけではないか。アイテム使えたり使えなかったり。で、なんか梨？こいつもしかして梨好きなんだっけ？アイテム梨使えない？そうでもない。あ、これリンゴですわ。リンゴも美味しいやんな。レモン苦手か。笑っている感じの人。わかんねえ。しゃあない。ちょっと一回戻ろう。ここのエリアはまだ探索できないみたいだ。あ、お前。お、梨じゃん。僕にくれない？それ。お、イベントか。梨を渡した。あざっす。いいね。あざっす。好きだよ。これと交換な。本命薬を手に入れた。梨を渡した。俺とお前は友達だ。お、友達カウントが増えてるね。本音薬、本音を引き出すドリンク、またはやばい薬。まあ、本音を引き出すドリンクの時点ですでにやばいが、これセーブしとこう。多分さっきの拳を避けるだ、避けないだみたいなやりとりがなんか影響あったのかもしれないな。まだ光ってない。なんかないんかな。スーパースター、木になる実。なんか木に実がなってるとか、そんなことないか。なんか木の実がどうとかとか梨がどうとかつってるやついたもんな。こいつ友達ハッピーでいいよね。こいつ好き。進展がないままではちょっと苦しいな。木の実、木の実。ここ目が眩しいな、マジ赤くて。確かに難易度がここへ来てほぼノーヒント。まだ序盤の序盤だよね、多分これ。ここへ来てほぼノーヒントはちょっと怖いな。の人も別に本、ああ、この人本音？お、やっぱり本音役。とりあえず本音役渡した。飲み出した。私みんなから可愛い可愛いって言われるんだけど、話のつかみからもうやばい こいつ自分の感想言ってんのね。そんなことはないよっていうし、自分ではそう思ってないように振る舞うんだけど、当たり前だけど自分でも私可愛いって思うの。だって純粋に可愛いし、まあまあまあ別にいいと思うよ、思う分には。でも自分は自分のこと可愛いと思ってないよって表向きに見せておかないといろいろとややこしいの。まあ人間界でもそういうことあるよね。陰口とか言われると辛いし。わかる。ごめんね、こんな話して。でも誰かに言っておきたかったの。それが偶然本音役を持っていたあなただったってだけ。やっぱりやばいやつだったというところだったが、気持ちはわからないでもない。主人公結構、好きだね、この性格 理解を示す感じが。お礼にこれあげる。石膏のリンゴ？石膏だよな、これ。多分石膏でいいんだよな。石膏のリンゴ？ 同じ反応してくれて安心したわ。やっぱりやばいやつだった。
確かに可愛いけどやばいやつだ。もう石膏のリンゴ持ってるの結構やばいやつだよな、アイテム。ん？あ、で友達になれたんだ。はあ、よかったよかった、嬉しいな。石膏だよな、石膏で作られたリンゴ。はあ、リンゴも美味しいやんな。まあでもこいつ俺嫌いじゃないけどね。このウサギもこれに対する主人公の反応も人間らしくて。さて、石膏のリンゴ欲しがってるやつはいたっけ、覚えてねえぞ。リンゴ、毒の梨を欲しがってるやつはいたな。リンゴ好きみたいな話は結構出てくるけど、他にリンゴ系の話題出してるやついたかな、いたっけ。まあとりあえずセーブしに行くか。うん、こいつは友達で怒ってない。じゃあセーブ。はい。で、合言葉はちょっとハッピー入れてみようかな。ハッピー、いや違うか。じゃあこっちもハッピー入れてみよう。あ、ちげえ。ハッピー、そうではないか。そうか、ならば何も言うまい。リンゴリンゴリンゴ、石膏のリンゴってなんじゃい。あ、木の実、木になる実、もしかしてあいつら。まあ一応でも梨のやつにも聞いてみるか。違うかもしれないけど、あのゾンビっぽいやつと。木になる実、違いますね。なんか骸骨みたいなやつ、お前か。毒なし、石膏のリンゴは興味ないか。ないか。最初の言葉はハッピーでどうですか。こちらは何それ。あ、最初の言葉、このゲームが始まって最初に聞いた言葉、こんにちはだったっけ。まあ、試す価値があるのかわからんが。これあかんな、早速積んでんのこれ、まさかそんなことある。はい、ちょっと一回セーブの方をロードし直して、こいつの拳を避けないパターンとかを見てみたいなと思って、なのでちょっと試してみます。行詞違う、行詞行詞行詞やめない。語ってみる、拳で語る。しかし腕が短くて届かない。死を覚悟した。ん、思わずつぶっていた目を恐る恐る開く。そこにはこわもての彼の笑顔があった。お前なかなかの同業じゃねえか、気に入ったぜ。それは友情が生まれる瞬間であった。これやるよ。いかついグラサンを手に入れた。はいはい一般市民はグラサンをかけない確かにグラサンの使い道があるのか、わかんねえ。なんだこれ、なぜこんなものをもらってしまったんだよくわかんねえグラサンね。ああ、まあでもあいつの話もうちょい聞いてみるか。拳で語り合って友情が芽生えたってことだよな。よう、調子どうよ。バイブス上がりっぱなしである旨を伝えた面白いな。言い回しが面白い。さあ、そうなるとグラサンが欲しそうなやつとかいるのかな。はい、というわけで今度は避けないパターンを試してみようかなと。行詞やめない、避けない、意識が遠のく。どこここ426135。田？田んぼの田だよなこれ。田426135。426135。え、これガチハマりのやつ。なんだろうこれ、天国かなんか。426135。だと見てよろしいですねこれわかりました。じゃあ426135を持って帰って、ちょっと罰
スワードを入力してみるか。合言葉は426135。いや違う違う、ん、田んぼの田に見えたけど、あれもしかして8が2つとか。426135。いや違う違う、426135、そうではないな。はい、というわけで最初あの拳を避けたパターンかな、そのデータまで戻ってきたんですが、このゲーム行き詰まったらみんなでヒントをツイッターとかで出し合って、ボトラヒントっていうタグをつけてみんなで情報交換しようぜっていうシステムになっているので、ちょっとそういうのを見てみようかなと、ツイッターで見てみよう。はい、というわけでちょっといろいろ調べてみた結果、ボトラインカの公式ツイッターがあるんですけど、このツイッターにそのいろんな単語がなんか羅列されてるんですよね。そのつぶやいていってるみたいで、それを見ていくとその最初の単語が影響があるみたいっていうのがツイッターのボトラヒントで分かったので、ちょっとそれを見ていこうかなと。ここだ、これが最初の言葉が RESUS、 見にくいね、CITAAA で、あと TION。 どや、おーし、どうぞ、いけたー、進展があったー。はい、で、お、これはまさかリンゴ、リンゴだ、リンゴを手に入れたぞ、ついにリンゴを手に入れた。でもってこいつはなんだ、特技はある、僕はないね、歩き回るの、こいつおしゃべりあんま得意じゃないもんな。あ、そうなのね、この辺は歩き回ってるの、それって楽しい？強いて言えば歌うこととかかな、特技ってほどでもないか。うん、まあ、あれ出られない、ああ出た出た。さてリンゴを手に入れた。リンゴというこう環境が合わないのがこの世界には対応してない OS かなんかの話か。リンゴ好きな女の子いたな、あいつの家に行こう。よしよしよし、ちょっと道が開けた感出てきた。